忘れよう。偽りのパン屋さんからいただきました。ありがとうございます。トークテーマいきます。はい、はい、下着を捨てるタイミングについて。あ捨てへんくらい。下着捨てるタイミングなんか分からん、捨てたことないかな。だって私正直小学生の頃からずっと同じパンツ履いてる。もうずっと布のなんかゴムのビヨンのやつ、綿パンやな。なんかさ、それじゃあもう10年とか履いてるってこと？はい、もうずっと同じやつ。でもビヨビヨならへんの？もうなってくるけど紐とかちぎってだから。うん、ちょっと待って。ピチってちぎって履く。それでも。それならもうあのふんどしとかの方が。だってだってずっと使えます。マジで見るがマジでドン引きしてる。嘘。でもさ、こなんかさこんな大きいのに布パンを履いてる方が燃えるくない？確かに。やばい。兵器が出てる。兵器が出てる。変態の意見。登場しましたね。怖いな。同じ。おい脱げよ。まだね。なんなんですか、その煽りは。やめてください。絶対脱が。脱げ。脱ぐわけないろ。それはさ、うん、それが良くて、うん、そのこのパンツが気に入ってるから。そうそう。あ、なるほど。なるほど。やっぱずっと履き慣れてるし、なんか思い入れがあるやん。ずっと人生共にしてきたみたいな。こいつと一緒に大きくなってきた。破けへんの？いや、そんなにボロボロなれへん。確かにお尻の大きさ変わってないじゃないですか。その1枚をじゃあもう履き回してんの？それもそれもちょっと言われてるから。ちょっと買い足してはいる。買い足してはいるけど、じゃあいいやん。パンツも履いてます。なるほどね。そういう1枚もあるってこと。今日も捨ててきたで、パン今日も捨ててきたでっておかしいでしょ。いやでもこれはどういうことですか。これはさ、もうさ、ほんまに対照的やねって。そうですね。生活がまず違う。確かに確かに。ね、だってさ、ペロペロなさパンツやったらさ、一、うん、回洗ったらもうさグニャグニャンってなっちゃうやん。え、それは一回洗ってんの？え、いや、どんなパンツ？3回ぐらいかな。もう捨てたパンツなら言ってもいいやろ。どんなパンツ？チェックチェックチェックのどういうパンツ？メンとペロペロな。いや、そう、柄聞いてないっす。柄じゃない。素材っす。普通のメンパン？そうそう。え、メンパン履いてんねや。え、3回洗ったっけ？え、綿パンって何？な、普通もっと、ツルツル系です。あ、ツルツル系。あ、スカ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 。わかる。テロンテロン系さ。だって、見るめっちゃおしゃれなのつけてんもんね。え、なのに3回履いたしてんの。おしゃれだよ。え、だって綺麗なの。あげるやそれ。社長の子さんにあげましょう。社長の子さん。あげあげ。よう、ズミのやつ履けるな。洗ったら全然履けるよ。乗り上げてきて。上下セットのやつ。うん、上下セットね。え、捨てんの？え、もったいないな。いくらも？うん、もったいないじゃないの。じゃあ、それこのオーナーと日本で視聴者です。もうあげるよ、捨てやばいな。やめてください。視聴者めちゃくちゃ見えて。それはちょっと聞いてんですよ、稲垣さん。山本さんがさ、過ち。過ちや、これは謝れない。過ちどんだけ過ち繰り返すんですか、この1回で。本当に凪ちゃんは捨てるタイミングです。じゃあもう簡潔にやっていこう。はい、じゃあ私はあの、うん、お姉ちゃんが私のパンツを履くんですよ。あー、わかるわ。お姉ちゃんめっちゃお尻でかくて、もう一回履いたらもうビヨンビヨンやん。わかる。だってさ、マリちゃんのパンツ分かってて履くの？はい。お姉ちゃんは抵抗ないんですよ。私はでも嫌なんですけど。そうやな。もうビロビロになって。そんなお尻でかい。そのビロビロはお母さんにあげる。全国放送やんなこれ。全国放送でお姉ちゃんのお尻でかさ。めっちゃかわいそう。かわいちゃん。どぐらいどぐらい。いや、もう物に例えられる。物に例えたら私の肩幅ぐらい。めっちゃでかいやん。それはないんですけど、でも私より大きいから伸びるから、その伸びたやつはそのお姉ちゃんよりもより大きいお母さんにあげるっていう。お下がりになっていく。すごいですね。そのピラミッドがあったんですね。お上がり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 。これ。これ。伊藤さんから突っ込んでくる感じとかあんねんね。お上がり。初めて。お上がりやばいっす。うまいな。うまいですね。お上がりですね。いやでもこれ誘導尋問ですよね。完全に。そうやで。そうですよ。せやで。お金の全裸の話。ちょっとやらしい。やらしい。長生きさん聞いてるんですよ。もう聞くのやめて。
てない可能性もあります。やばい、聞いてないかも。いや、聞くって宣言してたらしいです。でも分かんないです、こういうのが好きかもしれないですか。おやめて、そんなイメージ。嬉しいな。そんなことない、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 そんなことない。なんてハレンチなんだって思ってるよ。そうですよ、謝りましょう皆さん。この度は申し訳ありませんでした。すいません、何か謝ってんの。じゃあもう帰るで、帰りましょう。いいよ、さあ来い。